アリーナ、埼玉市記念総合体育館は、埼玉市桜区道場4丁目にある総合体育館である。愛称は、V アリーナ。市の中心体育館で、埼玉ブロンコスティーティー彩り玉のホームアリーナとなっている。ネーミングライツの導入により、2017年10月から、愛称を、再電科学アリーナに解消された。2000年に着工し、 2003年5月に観光。メインアリーナは面積2590平方メートル、スタンド観覧席2954席を備えている。2003年に第3回埼玉主計観賞を受賞した。2014年3月までは指定管理者としてクリーン工房が管理運営に当たっていたが、2014年4月より住友不動産建物サービス、 住友不動産 S ホルタ、毎日工業共同事業体に変更された。年間利用者数は40万人を超える。落成当時、現在隣接する桜区役所を中心とする複合コミュニティ施設、プラザウエストはまだ建設されていなかった。2017年7月、埼玉市が命名権を10月から導入し、本施設名を再電化学アリーナとするとした。 契約期間は2023年3月末までの5年半で、契約金額は400万円。年。ありがとうございます。